はい、こんにちは。レトスのうのです。8月19日の3問に入る前にご連絡させていただきます。予想模試の値上げまであと1日です。まだ今からでも実力を上げることは可能です。たとえ過去問や予想模試で点数が伸びていなかったとしても、諦めないでください。理解すべき部分を理解していけば、これまで勉強してきた部分とつながってくるはずなんですね。 これまではいろんなことを個別で関連付けをさせずに勉強してきたと思うんですね。また、理解すべき部分も理解していないから、単に覚えるだけだった。でも、それを弊社の予想模試の解説を見ていただくことで、あ、これはこれと繋がっていたのか、だったりとか、あ、これってこういう意味だったのか、といったところが理解できるはずなんですね。そうすると定数に結びついていきます。まだ2ヶ月ありますので、諦めずに今年の合格を目指していきましょう。 予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます当事者間で第三者の弁済を禁止する特約で合意していた場合でも正当な利益を有する第三者はこの特約に反して弁済をすることができるルかツかという問題です考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは え弁済することできませんので、誤りですね。当事者間で第三者弁済を禁止する特約がついていた場合、正当な利益を有する第三者であったとしても、弁済することはできないんですね。そのため、誤りです。では、正当な利益を有する第三者っていうのは誰なのか、具体的には、例えばですね、物上保証人とか、あと借地上建物の賃借人、まあ、借家人ですね。 あと、低等不動産の第三取得者、高獣医、低等権者などです。まあ、それぞれですね、どのような人かっていうのは理解しておきましょう。え個別指導の受講者様はテキストに、えー、具体例書いてありますので、えそちらですね、ご確認いただければと思います。具体的なページ番号については受講者専用のメルマガの方にえ記載しておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですねえ、免許の用費です。 A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、A は免許を受ける必要はない。えまるかばつかという問題です。今回この A さんってどんな人かっていうのを押さえるとわかりやすいです。A さんっていうのは自らオーナーなんですね。 まあ今回で言ったら貸主ですね。貸主となってえ土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり、宅建業の免許っていらないんですね。したがって A は免許不要なんです。だから答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、地主さんが駐車場を整備して、それを貸してるわけですよね。 その地主さんってみんな宅建業の免許を持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回駐車場を貸しているわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、えー、アパートのオーナーとか、まあそういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって免許持ってない方意外と多いんですよ。それでも、 アパート経営してますよね。で、これっていうのは、自らオーナーとなって、そのアパートを貸してるだけなんです。これは取引に該当しないから、宅建業の免許はいらないんですね。で、最近、まあちょ、ちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのは、まあ多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方が、マンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは、免許持ってますか 持ってなない場合がもうほとんどなんどですよね。免許持ってなくても不動産投資を行ってるわけですよ。買ったマンションを貸してるわけですよね。賃貸してると。まあ、このように具体例を考えるとすごく分かりやすいと思います。なので、できるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的です。 なので、できるだけ具体例を勉強していくっていうことが非常に効率的だと思います。実際やっぱ個別指導でも、あのー、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはやっぱ分かりやすいので、まあそのようにしてます。まああまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。で、問いさんですね。県が道路の用地とするために、 農地を取得する場合5条許可が必要であるルか×かという問題ですえ答えは5条許可は不要なので誤りですね国または都道府県等が道路農業用用排水施設等のために権利を取得する場合、まあ、農地の権利ですねを取得する場合は5条許可え不要になってきますしたがって本問は許可不要だから誤りだということですね ま、今回基本的な内容なのでえ、ちゃんとですね、頭に入れていただければと思います。そして、はじめにもお伝えをした通り、予想模試の値上げまであと1日となりました。弊社の予想模試は、実際、個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、 弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。